さて、拡散希望、続きからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回、なんだっけ、誰か死んだとこだったっけ？名前忘れちゃったけど、なんとかちゃんっていう、ねえ、みゆきだっけ？みゆきが、なんか自分の首をザシ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 と、神田川。ねえ、隅田川じゃないよ。神田川みゆきっていう女の子が、ねえ、モノログでつぶやかれちゃったんだよ。ねえ。で、速攻死んじゃったみたいな。そんなところからですね。やりましょうか。さあ、これ顧問の先生ですね。西大寺先生。さあ、これで全員揃ったかな？ねえ。学校が休校になった次の日、僕を含めた演劇部員全員が放課後に演劇部室に集まった。西大寺先生が緊急ミーティングという体で僕たちを集めた。これホラーですよ。西大寺先生は全員の顔を一通り見ると静かに深呼吸した。みんなに集まってもらったのは神田川の件ね。ねえ、神田川。隅田川じゃない。神田川という言葉に全員が反応する。多分演劇部員全員が、これね、トラウマ植え付けられたと思うよ。だって目の前で、無表情で自分、ねえ、彫刻刀で自分の首をガシ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 って。ねえ、今まで仲良かった人が、そんなことしてみ？もう、俺も多分もう、ねえ、1年ぐらい外出なくなるわ。神田川は彫刻刀で自殺した。そういうことになってるが、みんなはどう思っている？いやー、ないでしょう。単刀直入に聞かれて、全員が困惑する自殺。それは違うはずだ。神田川さんは、モノログのつぶやきに対して死にたくないと言っていた。そして、モノログの死の予告が、神田川さんの死ぬ5分前と死んだ後にあった。これは偶然にしてはできすぎてる。蒸し返したくはないが、去年の金本と江原の不可解な自殺といい、私はおかしいと思っている。ねえ、みんな自殺じゃないもんな、これ。あら。西大寺先生、モノログの死の予告の噂は知っていますか？ユキハ。一通りは知っている。みんな絶対これだろうって思ってるけど、まあ、大人はそんな呪いなんてあるわけねえだろうみたいな。手で行くしかねえもんな、ほんと。神田川さん、そして金本君と江原君、全員がモノログで死の予告をつぶやかれていたんです。先生聞いてほしくないって。俺も黒そう髪、なのか？黒髪ポニーテールっていうのはね、貴重だからな。一人のせあ先輩の一人が携帯電話を西大寺先生に見せる。西大寺先生は携帯電話を受け取るとキーを押して確認し始モめノた。ログにつぶやかれてやばい死こんれ。だ。こんな都市伝説じみた話、高校生の僕だって普通は信じない。でも不可解な自殺を目の当たりにして、信憑性は一気に増してしまった。呪いは本当に存在するのではないかと。西大寺先生は携帯電話を先輩に返すと考え込んでしまった。でも、モノログで名前をつぶやかれて死んでない人もいるんですよね。ほう。ねえ、そうだ、そう、二階堂くん。二階堂くん忘れとった。ちょっとうざいキャラですね。シナリオ大好きの。ねえ、エバラの焼肉の件はちょっと置いといて。私とトールとトールの妹さんも名前をつぶやかれた。だけど死んでない。トールは1週間を過ぎてから死んでしまったけど。ユキはそういうこと言わんでええって。ユキはそういうこと言わんでええって、ほんと。名前をつぶやかれて死んだ人と死ななかった人、呪いがもし本当だったとして違いは何でしょうか？ね、呪いを解く方法ってやつだよね、要は。僕はさらに宮野先輩に聞いた。ユキハは知らないんだよね、多分。呪いを解く方法ってやつを。宮野先輩は視線を僕からそらし、少し考える素振りを見せると、再び僕を見た。わからない。わからなすびだよね。そうですか。
これがよくホラー映画とかの話なら何か条件をクリアすれば助かるなんていうことがあるのかもしれないね。鋭いねこの二階堂くんなあ。死ななかった本人がわからないんじゃなかったらな。でもそうだよね、ユキハはなんで生き残ってんのかって言ったら、なんだろうね、スタンドアローン状態だったから、あいつも悪霊もね、生きてるか死んでるかっていうのを確認できなかったっていう、そういうことなのかな。よくわかんねえや。みんなはモノログの死の予告の噂が本当で、うん、そのせいで神田川が死んだんじゃないかと思っているんだな。はあ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 、まあ多分みんなそうでしょうね。ねえ、いや役者の生命は絶たれたよとか、そんなのふざけんなってなるじゃん。なあ、あ他のやつら人生終わってんだぞ普通に。役者になるっていう未来もなくなったんだぞ、なんもねえんだぞっていう。ねえ、そう、ユキハが残った理由がね、ちょっと今の謎ですよね。わかった。とりあえず私はモノログのことについても調べてみる。先生よろしく。みんなはあまり気を落とさないようにして練習を頑張ってな。でもなあ、むずいよな。ん、リツイート数っていうのも確かにね、昨日も話し、ま、昨日だ、前も話した気するわ。さて、また鳴りましたね、モノログの通知。誰が死ぬんだろう。いや、誰が死ぬんだろうって、なんかすげえ不吉なこと言ったな、俺。申し訳ねえ。西大寺先生の締めの言葉を発した瞬間、モノログの通知音が部室内に鳴り響いた。ね、不謹慎で申し訳ございません。また、演劇部員の全員の携帯電話からだ。まさか。誰だ？全員が俺じゃないようにって多分思ってると思う、これ。全員が急いで携帯電話を確認する。林祐介さんが亡くなられます。拡散死亡。誰？全員が絶句する。また、死の予告。ねえ、誰？今でしょ。うん、違う。祐介くんいる？うちのリスナーで祐介くんっていますか？大丈夫ですか？何を言えばいいかわからない。そんな状況。沈黙。その沈黙を壊したのは西大寺先生だった。今、まさにつぶやきがされたってことか。演劇部員かな、わかんねえ。ゆうちゃんだよ、ゆうちゃん。そうですね。僕は西大寺先生の問いに答えた。林祐介というのは、あれ、さっきの祐介の字が違うぞ、俺。ねえ、演劇部の音響担当している先輩のはずだ。また演劇部員の名前がつぶやかれた。ゆうすけどっち？いや、ゆうすけ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 。あ、字違うよね、ほら字違うね。え、どっちが正しいんだよ。モノログ間違ったのかな、誤字かな。うん、演劇部員を狙ってきているのは明らかだ。なぜ、誰が、なんで俺なんだよ！林先輩が叫ぶ。神田川さんの時とは状況が違う。神田川さんの時は全員がいたずらではないかと思っていたが、今回は神田川さんが実際に死んだ後なのだ。演劇部ばっかじゃん、これ。このつぶやきに対して恐怖を覚えるはず。ねえ。林先輩は視点が定まらず、なぜ自分なのかと、ね、全員問いかけ続ける。その問いに答えかけられる者はいない。いや、仮にいたとしても答えは出ないだろう。林、とりあえず落ち着け、うん。警察に今から連絡してきてもらうから。警察がいてもなーって感じだけどな。林、西大寺先生が林先輩をなだめる。みんなは今日は帰れ。うん。練習はなしだ。なんか、あの呪い演劇部に恨みにあったのかな。でも演劇部ばっか狙われるってことは、確かに演劇部に恨みを持ってる人の呪いっていう可能性が、うん、あるよね。そしたら出てくる人物としては、なんか演劇部で昔死んだって人とユキハぐらいしかね、怪しそうな人が今いないわけですよ。うん、林先輩が一体どうなってしまったのか気にせずにはいられない。名前忘れちゃったけどね、昔なんかもう一人いたんだけど、名前がね、
しかし西大寺先生に強引に帰宅を促されて、それぞれが帰り自宅を完了させて仏室を後にした。もし名前をつぶやかれて1日後に死ぬのであれば、明日はこの時間には林先輩はこの世にいない。そんなことがありえるのか。ねえ、やばいよねこれ。すでに1回は現実となってしまった。今日もうバイバイしたらもう一生バイバイなんでしょ。今日俺泣いちゃうかもしんない。ねえ、俺が今日ねえもうお疲れ様でしたって終わったら、で明日はもうないっていう、そういうことだよ。辛いよなみんな。ねえ、バイバイじゃないぞ。2回目も現実になれば呪いが本当にあるのだと考える。もう働かなくていいんやでって。いやでも俺も生きてたいよ。はい、4月8日ねえ、さよならバイバイ、世界にバイバイって辛すぎ。かわいい。小由美、おはよう。ほのかちゃん。ほのかが投稿してきた私に挨拶する。あすー。ほのかの元気な挨拶は気もせず、学校がある日は毎日行われる。私はこのほのかの挨拶を聞くと、ああ一日が始まるんだなと実感するようになった。おはよう。よし。ねえ、演劇部の部員が演劇部室で自殺したって話聞いた？じゃほのかちゃんやっぱなんか鼻詰まってるな。鼻詰まってんだ。ほんと大丈夫かよ。そうなの？鼻かめよ。うん。だから一昨日は休校になったらしいよ。その前の日は警察もいっぱい来てたじゃん。そうなんだ。やばいよね。なんで自殺したんだろうね。なんか嫌なことでもあったのかな。あったんかもな。鼻つまみながら喋ってんのかなこれって。自殺。演劇部の先輩。まさか。ねえ、小由美。ゆきはかな、誰だろう。聞いて。聞いてる。あ、ごめんごめんごめんご。ごめん。ねえ。私が謝ると、ほのかは頬を膨らませてみせた。嫌な予感がしたけど、でも、ね、名前をつぶやかれてまだ数日だよね。モノログの死の予告は関係ないはず。ねえ、小由美の服どっち、やっぱ改めて見てもすごい格好してるよな。ねえ、うん、肩揉んであげようかとか。ダメだぞみんな、そういうことしたら。なあ、私はあのモノログの死の予告について詳しく知ってる。半年前の事件の当事者なんだから。おっと、手が滑ったって。ダメだぞみんな。なあ、ならば全てを話して気をつけるように言うべきではないだろうか。蚊帳の外で知らないふりをしているわけにはいかないと思う。でもあのことを洗いざらい話すの。お兄ちゃんが悪くないということを家族にしてほしかった。だから話した。でもお父さんもお母さんも信じてはくれなかった。ただかわいそうな目で私を見てくるだけ。そんな話を他人にしたところで果たして信じてもらえるかどうか。私の脳裏にユキハさんのことが浮かんだ。ユキハさんも私と同じ事件の当事者であり、なおかつ演劇部員である。演劇部員でない私がいきなり突撃するよりは、ユキハさんと話を煮詰めてから演劇部の人たちに話していけば分かってもらえるかもしれない。俺ね、ユキハに話すのはね、地雷だと思うんだよね。で、まあ、小由美はね、確かに知らないと思うんだけど、ユキハとトール、お兄ちゃんは、もうラブラブチュッチュだったんだよね。ね、弾け飛べってやつだったんだけど、なあ、それを、ねえ、しかも、あの、最高の悪、ね、悪役だっけ？あれとかのシナリオも、ねえ、あの、ユキハは、トールと自分で演じたかったかもしんねえのに、ねえ、トールと妹でやっちゃったわけじゃん。すごい、話しちゃいけない気がするんだよね、ほんと。地雷な感じなんだよね、ほんと。やばいと思うんだよね。まあ、でも、話すんだろうな、多分。ユキハさんとまず話す必要がある。ほのか、ちょっとごめんね。バイバイ。ああ。なになに？ユキハさんと話したいことがあるから。じゃ
了解。バイバイ。またまたぼっちな。なん。おー。ユキハがヒロイン位置から一変して、なんかやっぱ雰囲気からして怖いもんね。私は席を立つとユキハさんの元へ向かった。途中で私が近づいてくることに気づいたユキハさんは、私を見て微笑んでくれた。あっす。あっす。ユキハさん。なんや。顔怖い。どうしたの？放課後に話があるので、教室に残っててもらってもいいですか？奇遇ね。私も話したいことがあったの。わかったわ。あ、お互いやっぱモノログの死の予告を回避した方法についてでしょうかね、これは。ありがとうございます。じゃあ、放課後に。うん。いいな、俺、放課後に待っててとか言われたことないんだけど。で、言われたらどんな気持ちなのかな。ね、放課後、教室で話したいことがありますみたいな。ね、じゃあまず手紙とか入ったらどうすんだろう。あー、絶対俺一日もんもんしてると思う。まあ、ないんだけどさ、俺。うん。じゃあ、まず、小泉さんの話聞こうか。ね。放課後、私とユキハさんは、教室に二人きりとなった。ユキハさんが私にまず話すよう促してきたので、一部始終話し始める。で、その後にユキハさんの話を聞くことになった。じゃあ、まず最初俺ね。OK。ドキドキする。小泉さんも、神田川さんの死の予告を見ていたなんてね。ね。はい。そして、神田川さんは本当に死んだんです、ね。一日後に死ぬってやつ。ねえ、だいたい拡散希望ってダメだよ。あれね、拡散死亡だ。やだよね、なんか本当拡散希望。ね、うん、私もリツイートしたら死ぬってもうとんでもねえよな、本当。カウントが違うし、一日後だから偽物だと思ったのに。でも死んじゃったんだよな。7日後に死ぬはずなのに、今回は一日後になってる。どういうことなんでしょうか。別人ってことなんだろうね、本当。わからない。うん。でも、おそらくは今回の死の予告も本物。助かる方法は誰かを殺すこと。あ、これもう話した、全部話したんだもん。同じだと思いますか、うん。誰かを殺すこと。今のところの相違点は、アカウントが違うことと時間の猶予が違うこと、この2点だけだけど、もしかしたら他にも違う点があるのかもしれない。でもね、確かにその他の人を殺しちゃって、殺しちゃってさ、みんな、もしそれでも自分死んだらもう最悪だよね、ほんと。前回のモノログの呪いは、つぶやかれた7日後に死ぬなんだけど、回避方法は誰かを殺すこと。ね、拡散死亡、死を拡散することで自分の命は助かる。ね、ネット上でも噂されてたのは、拡散すれば助かるらしいよっていう噂。ね、確かに拡散すれば助かる。だけど拡散は死を拡散することだったんだよね。だから今回は、まあ、同じ内容でつぶやかれてるんだけど、本当に人を殺しても大丈夫なのかっていう。焼肉はちょっとな。間違っちゃった。で、本当に、ツイッターで拡散って、あ、拡散したらいいんだって、ツイッターでポチーってリツイートしちゃったら、ね、はい、お前も死亡だみたいな感じで、ぶち殺されちまうから、ちょ、最悪なんだよね、これ呪い。いや、真面目に推理してるって、俺、こういうさ、ちょ、考えちゃう系大好きだからね、みんな。ね、俺、ミステリー小説とか大好きだから。ね、解説、解説をね、今まで、今どんなゲームか知らない人はね、今ので、だいぶ理解してみてください。行きましょうか。そうですね。でもそれを確かめるためには確かめれねえよな、これ。助かるかどうかわからないのに人を殺せるかっていう話になってくるわね。そう、こ俺と同じ考えしてるよね、ユキハ。でもわかるぞ。どちらにせよ人を殺すのは。ねえ、でもお前はお兄ちゃんを何か。でもお兄ちゃんをぶち殺したっていう話多分終わったと思うんだけど、なんかスルーされてるよね、普通に話の流れでは。特にね、燃えなかったんだろうね、あの炎が、ね、すごい怖そうな炎が。私とユキハさんはしばし無言で考えを整理することにした。しかしながら考えをまとめたところで答えは出ない。
考えても無駄だったと思ったところで、私は朝に考えていたことを話すことにした。私が体験したことを一部始終演劇部員の人たちに話した方がいいかと思ったんですが、どう思いますか？ダメだって、ダメだって。ユキハはわかんない、なんか手術室の中に誰かいたんじゃないの？恐ろしい。やめといた方がいいよねこれ。トールがなぜ死んだのか、死の予告をされて助かるにはどうすればいいか洗いざらいってこと。絶対無理だって。そう、なんか絶対あれだよね、バトルロワイヤル始まっちゃうと思うんだよね俺。めっちゃ怖いよ。はい、お兄ちゃんたちは半年前助かるためにあらゆる努力をしました。このことに何かヒントが残されているかもしれませんし。無理だってこんな。そうね、え、話した方がいいかもしれない。マジで言ってんの？それで演劇部員のユキハさんにも絶対誰かぶち殺しに行っちゃうよ。ればと思ったんですけど、死ぬか誰が殺してね、臭い飯を食うかって言われたら、大体の人臭い飯食うって選択する人もいるんじゃねえの？ねえ、どう思う？そうなっちゃうよね多分。今死ぬか10年くらい臭い飯食うかっていうの言われたらってよ、絶対それやばいって。今未成年だしねえ。ユキハさんは私の提案を聞くと黙り込んでしまった。てっきり賛同してくれると思ったのに返答迷ってる。ごめんなさい小由美さん、一人で話をしてもらえないかな。え、なんでや。え、なんでですか？私のことを話すとなれば、私はこの包帯の下にある顔のことを話さなければいけない。嫌なの、話したくないの。最初見せてくれたやん。そう言うとユキハさんは顔の包帯に手を添えた。確かに男性女性ともに顔というのは非常に大事なパーツだ。その大事な部分をユキハさんは失った。そこをさらけ出してしまうのは辛いだろう。しかしながら私だって辛いんだ。大切なお兄ちゃんを失った経緯を話さなきゃならない。古傷を自分で広げるんだ。なのに、でもここで大いにお願いするのも悪いか。わかりました。え、ユキハ、それはダメだろお前。別に顔見せんでええからなあ。本当にごめんね。でもどうしても、あの舞台で輝いていた頃の私と今の私、辛いの。辛そう。いえ、大丈夫です。気にしないでください。平気平気。ごめんね。そんなに謝らないでください。今言っちゃうの？今って演技、顔はね、前作見ていただければと思います。準備ができると役者は体育館か視聴覚室に行ったりするけど、今ならまだ部室にみんないるかもしれないわ。そうですか。じゃあ急いで行った方がいいですね。ね。どっちも可愛いよね。私は小由美さんの話が終わるまでここにいてていい。お前聞かないの？あ、そうですね。正直単身で演劇部室に乗り込むのは気が引ける。ユキハさんも一緒に来てほしいけど、話を聞きたくないなら仕方ないか。ごめんね。いえ、じゃあ急いで行ってきます。な、小由美もでも偉いよな。見て見ぬふりするんじゃなくて、助かるかもしれねえってことで、なんかすごい自分の辛い過去を話さなきゃいけねえっていうのが。私はカバンを手に取ると駆け足で教室を後にした。いや、僕は何も見てない。
動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあのー。